はい、あの日の交差点です。この番組は私まひろがホストを務め、皆さんとカルチャーとので、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っております。この番組のコンセプトは、毎週ゲストに招いて、私まひろがゲストに招いて、皆さんとのカルチャーとの出会いを語っていこうっていうコンセプトの番組なんですが、ついに、ゲストに登場いただきます。今回登場いただくのは坂田悠真くんでしてですね、坂田悠真くんは僕の中学の同級生でして、まあ、早速登場いただきましょう。ゲストの坂田悠真くんです。どうぞ。はい、どうも、坂田悠真です。まあ、まひるさんの友達やらせてもらってます。まあ、僕もあれなんで、こういうの初めてなんで、どうなるかわかんないんですけど、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、中学生の同級生、中学校の同級生ってことで、まあ、敬語でやるのも恥ずかしいんで、タメ口ということで、よろしくお願いします。はい、まあ、お互い初めてなんで緊張してるところあるんですけど、今回は、あなたがみたいな恋をしたを見てどう思ったっていうのと、まあ、それを見て、アイデンティティの確立、説明が難しいな。あなたがみたいな恋をしたを見てどう思ったって話をまずしたくてですね。まあ、いきなりなんですけど、ゆうまくんが、どんな人とか、今までどんな、なんていうのか、ポップカルチャーとかに触れてきたとか、どういうこと考えてきたみたいな話を聞きたいのもあるし、大学生活と、まあ、将来、その先についてどう考えてんのみたいな話したいんやけど、それより先にちょっと、花束みたいな声をした話をしないと、気持ちが収まらないということで、一発目、この話から始めようと思います。早速ですけど、これ見てきて、もう全体的な感想としてどう思ったこの映画。まずとりあえず、まあ、こういうなんていうのかな、アニメ系の映画じゃない映画を見たのが初めてやったのもあって、まあ最初どんな映画なんやろなって思いながら見に行って、まあ僕はあれ、まあ、まひるさんともう一人からちょっと感想を聞いたりしてから見に行ったんで、まあちょっと、まあ身構えてたっちゃ身構えてたんですけど、まあ身構えてても結構終わった後なんか痛くなるというか、そんな感じでしたね。とりあえずは痛くなるっていうのは、どういうところにそう思った？まあ、その、現実味を帯びてるっちゃ帯びてるじゃないですか。タメ口でいいよ。いや、まあ、なんか、現実味を帯びてて、でも、まあ、自分には、そのかけ離れた世界っちゃ世界やけど、現実味を帯びてて、そっからその、あ、周りのそのカップルの出来方とか、あ、こういうのから始まることが多いのかなとか思ったりとか、まあ自分がその映画とか本とか作中で、それでその恋が始まってたやんか、
でも自分はそんな趣味も持ってなければ何も、うん、その女性と話すようなことがないから、うん、まあ他の出会いもあるんやろうけど、こういう出会いが結構その、うんうん、なんていうのかな、一番そのレギュラーというか、うんうん、なんかなってちょっと一瞬感じてしまった。ああなるほどね。で、ああはいはいはい。なんかで痛くなったっていうのはそのレギュラーな出会いに感じたっていうところと関係してるってこと？そうやな、その自分がそんな出会いが今後ほんまにできるのかみたいなんとか。ああなるほどなるほど。まあそれもあるし、まあそういう類の痛みってこと？まあそれもあるし、あとまあ、うん、だんだん話していくにつれてまあ、うん、なんやろな、まああれ作中の中の本やったかな、なんか始まりは終わりの始まりみたいな言ってたやん、うんうん、まあそんなことまあ始まりもせえへんやつが考えてへんねんけど、うんうん、ブログやな、何やったっけ、名前忘れたけど、キヌちゃんがあのよく見ていたブログで書かれてたことやな。そう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 。始まりは終わりの始まりみたいな。うん。まあそんなんとかも、うん、まあそのまあ始まりがなかったら何とも言えへんけど考え出すんかなとか、まあ結構その自分が体験したことではないけど変にその現実味を帯びてるから意外と。リアルに感じてしまったというか、うん、まあそんな感じかな。うんうんうん。じゃあ、二人のなんて言ったらいいんだろう、二人の恋になんか共感した部分があったってこと、共感してなんていうのかな、その二人の関係性が少しずつ、なんか変わっていくやんか。そこに、なんていうのかな、切なさというか、悲しさというか、自分もこういう未来辿るんかな、みたいなのも含めて、なんか、その痛みみたいなのを感じたってこと。リアリティを感じたってこと。そうやな。まあ、その、セリフとかもさ、結構、その、だんだん、ああ、こんなこと言うんや、とかさ。ああ、うんうんうん。例えばあるよね。パン屋さんが、閉店してた。閉店してた話とか、あと転職するときの話の、転職するときの麦くんの、何やっけ？それ遊びじゃんっていう一言とか、スローガンの遊び、仕事を遊びに、遊びを仕事にみたいなスローガンに対する、ダサンみたいな一言とか、そういう、あるよね、セリフやな。そういうところ、そういうところが、いや、そんな言うなよっていう辛さもあった。崩れていく辛さがあったってことか。うん。うん、じゃあ割と二人のあの、うん、何二人の関係性に、なんていうのかな、共感しながら見ることができたってこと。そうやな。うん、まあ、共感っていうのもあるし、うん、まあ、そうやな。はい、はい、まあ、その、そっちの世界というかに入り込んだ方が、楽しいというか、よく見られるかなと思って見てたから、うん、うん、じゃあさ、
どちらかというと、例えば、麦くんの視点とか、きぬちゃんの視点とか、どっちかから見てたとかある？でも、どっちかって言われたら、きぬちゃん視点の方が多かったかもしれへん。ああ、なるほど、なるほど。まあね、まあね、きぬちゃんね。例えば、どういうところに共感してた？例えば。ってこともないか。なんでってこともないか。いくら現実味を帯びてるって言っても、自分自身が、自分自身が経験していることではないからさ。まあでも自分は結構その楽観的っちゃ楽観的に考えてんのかなっていう節々が、その考えというかいろんなことを考えてる節が多い気がするからこそ、そのちょっと悪く聞こえる、だから、きぬちゃんの方に結構、その、シフトして。ああ、はいはいはい。性格が近かったってことか。なるほどね。実写映画をさ、そんなに見ることがなかったって、今まで映画館で見ることなかったし、って言ってたし、家でもあんまり見ることなかった。たまには見てる時もあったけど。はいはいはい。まあ大抵、その、親もいれば、とかして。まあ親がそういう系をあんまし見ひん。ヒトラっていうのもあるから。恋愛系ね。そう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 。ドラマとかもな。だからあんまし見てこうへんかったかなっては思うな。なるほどなるほど。なんかさ、だからあんま見てこうへんかったから、なんていうのか、他と比較してっていうのはあんまできひんと思うけど。僕の見た感想っていうか感じとしては、なんか、すんごい量の固有名詞が出てきて、最初から。なんか、それに圧倒されたんだけど、その辺って何か感じたことってあった？何も思わへんかな、その固有名詞の羅列に関して。固有名詞か。何も思わへんかな。から何も思わへんかった。いいんやけど、そこ気になって、そこは僕が結構、なんていうのかな、この映画を語る上で、僕にとってはすごいキーワードやったから、そこ聞きたいんやけど、その羅列に対して何か思った？何か思った？いや、別に何も思わへんかったら何も思わへんかったでいいんやけど。考えたこともなかったな。ああ、はいはいはい。なるほどね。じゃあ、逆に、その出てきたさ、バンドミュージシャンとか、あと誰が出てたっけ？あ、作家とか、音楽のな、曲名とか、あの辺出てきた言葉って、知ってるものあった？作家さんはあんまし知らんかったかな。音楽の人たちは、その、名前は聞いたことあるよ、みたいな、人たちは何個かはあったかな。なるほど、なるほど。そこが、その、固有名詞のあれ、で、ちょっと僕は、なんていうのかな、心粉砕されてしまって、内容入り込めへんかったっていう経緯があるから、なんかそこの話すごい聞きたいんだけど、なんか好きなもの、あのさ、
麦くんとキヌちゃんで、うん、麦くんとキヌさんってなんか好きなものを共有できる人、ここまで共有できる人初めて見つけたみたいな、なんていうのかな、喜びで惹かれ合っていくところあるやんか。うん。で、この作家さん知ってるとか、あの音楽知ってるみたいな話とか、そういう、なんていうのかな、共通の好きなものみたいなのを、言い合ってる姿みたいな。で、なんか、なんていうの、こういう出会い、羨ましいなとか、こういうのってスタンダードやろうなって感じたか、うん、ちょっと見てられへんと思ったか、なんか、そこに関してなんか思った。いやそのまあ、見てられへんとは思わへんかったし、うん、どちらかというと俺はほんまに、さっきも言ったけど結構そのスタンダードなんかなみたいなのは思ったし、やっぱ趣味とか合うものがあった方がその人と会話が結構できるから、やっぱそういうのってその自分のその表すものとして結構必要となってくるのかなとか思ったりもしたし。なるほどね。それはあれか、さっき最初言ってたみたいに、なんか自分はこれにめちゃくちゃハマってるみたいなものがないからこそっていうのもあるってことか。そうああなるほど。じゃあなんかこの映画を見た立場として、僕は、いろいろ、たくさんハマってるものがある人間として、で、そのハマってるものに、なんか支えられてる、それで成り立ってる人間としていたし、うん。ゆうまくんは、なんかそういうものがないまま、なんていうのかな。好きなものとかに支えられてるっていう経験がないまま、ない状態で映画を見たってことか。そう。そこで結構なんか、その認識の差みたいなのが多分生まれてて。うん。なんかまさに、なんか聞きたい面白いところだと思うけど。えっとね、その、さっき言ったみたいに、僕この映画見て、なんか、心が粉砕されたの。で、それが、まあ、この回のタイトルにもあるみたいに、その、アイデンティティっていうものについて、なんか、再び考える作品になったなっていう意味で、ちょっと、心がやられたんだけど、その話行く前に、なんか、この二人の、物語の話もう少ししたくて、あの二人がすれ違っていったというか、まあ、最終的に別れるわけやんか。うん。それって原因どこにあったと思う？なんか原因かどこにあったんやろうなっていう、まあでも要素で要点要点で結構あったかなって思うし、うん、例えばそのまあそのキヌちゃんの両親とかまあからのまあ仕事を就職しなさいっていう圧力とか、うん、圧力って言ったらあれかもしれへんけど、うん、まあとかもあるし、うん、あとはまあ
会社、まあ、就職してからとかも5時に帰れるって最初言ってたやん。うんうんうん。でもまあ営業部に配属されて結局帰るのが遅くなったりとか、うんうんまあ、そういうのも、まあ、すれ違いの原因になってんのかなとか。そうやんな、そうやんな。なんかさ、うん、なんそれがさ、すれ違いになったのってさ、うん、もともとお互いなんか好きなものがあって、うん、なんか、同じ共通言語を持ったっていうことに、惹かれ合ってたやんか。うん。で、僕の記憶違いやったら、なんかこれあれなんけど、思い返した限り、キヌくんじゃないか、キヌさんの、ここが好きとか、ムギくんのここが好きみたいなのって、あんまりなくて、例えば性格とか、っていうところ、こういう性格が好きみたいなところって、あんまりよく考えたら描写されてなかったなと思って。ああ、確かに。どちらかというと、なんていうの、話があったっていう一点張りというか。そうそうそう。で、その、何？さっき言ってたみたいにさ、次第に仕事を、ムギ君が就職して、すれ違っていくやんか。お互いの、なんていうのかな、生活スタイルとか、考え方とか、仕事感もすれ違っていくやんか。そうやな。だからそこですれ違うのってなんでないのって考えたが、うん。なんかそもそも二人って、二人の何が好きっていうのを共有してないし、分かってないんちゃうかなって思ったよ。おー。てかそういう描写がなかったよなーって思ったよ。思い返したら。確かにな。そうそう。で、その、結構口論になる中で、なんか漫画も途中までしか読んでないし、ゼルダもやってないし、うんうん、で、何っけ、舞台も見に行けへんし、みたいな話をしてるときにさ、うん、麦君が見れへんし、できへんし、読んでないし、みたいな話をしたときに、うん、キヌさんが、読めばいいじゃん、ゲームやればいいじゃんって言うやんか。言ったな、息抜きしたらいいじゃんって。そうそうそう。そこが、なんていうのかな、二人にとっての唯一の共有の場やったっていうか、二人が惹かれてんのってさ、うん、その、それぞれのポップカルチャーというか、そこが共通で話し合える、話せるっていうところに惹かれてたんやろうなっていうところがあって、うんうんうん、なんか、その、仕事始まったりとか、っていうことによって、その、麦くんが特に、ゲームできんかったり、漫画読めへんかったりして、共通言語がなくなっていく二人の。それが、うん、きっとすれ違いやったんやろうな、の原因やったんやろうな、って見てて思って。ああ。大きなね、まあ、他にもあると思うけど、大きな原因やったと思って。だからなんか、後々考えてみると二人ってお互いのこと見てへんねんな。ああ。まあ確かにな。うん。出会いからもずっとその作家さんとかの話、趣味、うんうんうん、
趣味に共通点の話ばっかりやった。そう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 。で、なんかそれが、どうってのは僕には分からへんかったんやけど、まあでも、あれ、さっき言ったみたいにさ、そういうのに惹かれ合って、恋心抱いていくのって、結構スタンダードというか、って言ってたやんか。うん、で、うん。そうなんやろうし、なんかまあ、特に初恋とか若い恋愛っていうのは往々にしてああいうことになりがちみたいなのを聞いて、まあ自分も二十歳やからさ、そんな経験が重ねてるわけでもないしっていうのはあるけど、わからへんけど、なんか、その、お互いを見れてないっていうところに、なんかすごく、重要なところやなっていうのを感じて、この映画の。おでさ、なんか、始まる前から、この映画、二人は、なんていうの、麦くんとキヌさんは別れるっていうのは分かってる映画やったやんか。うん。で、まあ、僕も見て、心やられたぐらいやから、そうやけど、まあ、あんまりカップルで見に行くもんじゃないっていう意見もあるやんか。あるな。なんか、それも、なんか、カップルで見に行ったら、確かに、なんていうのかな、終わりが見えてしまうというか、この先を想像させられてしまうっていう意味で、なんか、見に行くべきじゃないっていう意見はあるんやろうけど、逆に、うん。なんか、お互いを、なんていうのかな、お互いの実のところの、その人としての疑いっていうのを、なんかもう少し見つめていないと、なんていうのかな。本当に、なんていうのかな、関係性、二人の関係性になれへんよ、みたいなことを描いてるようにも見えて。なんか、そこに着地できればポジティブに、なんていうのかな、恋人同士でも、なんかあの映画見れる気がするよな。逆にその明るい未来が見えてくる可能性もあると。そうそうそう、なんかこのトラップには気をつけときなさいよみたいな言われてる気がするというかいや、ほんでね僕がこの、うん、なんていうの、この映画の何に粉砕されたかっていう話をしたいんやけど、うん、さっきさ、二人は共通の、なんていうの、好きなものを見つけて、それについて話すことができたみたいな話してたやんか。話すことができたから、それを、なんていうのかな、恋心と勘違いしたとまで言っているかわからへんけど、なんか惹かれ合って、お互い、うん、なんていうのかな、こういった関係になっていくわけやけど、その出会いの時の、二人が意気投合していく様、その時に、うん、なんかいっぱいさ、うん、この作家の名前とか、ミュージシャンの名前とか出てくるやんか、いや、それがもう、めっちゃ恥ずかしかったよ。なんかもう、なんていうのかな。もう目開いて見てられへん。常に半目で見てるような状態やって。めちゃくちゃ恥ずかしかったよ。それは何？知ってるから？いや、それが、そう、なんで恥ずかしかったんやろっていうのをずっと考えてて。うん。なんか、2、3個多分理由があって。なんか、一つは、自分もさ、好きなものが多いから、うん。なんか、自分が多分、同じことで盛り上がれる人を見つけたときに、こうなるやろうな、という感じがする、
なんか自分を、なんていうのかな、映し出されてる感じがする恥ずかしさっていうのが一つあって、で、なんで自分と似てると恥ずかしいんかなって思ったら、なんか、なんやろうな。なんか、そこまでリアルに、好きなものについて盛り上がってる人たちを見ると、なんか、あざ笑われてる気がするというか、おぉ。なんていうかな。なんかあれ、一歩、なんか本当に好きな人が、これいいよねって言って、なんかあの作品を作ってたというよりかは、一歩引いた視点で、うん、なんていうの、この年代でこの界隈の人たちが盛り上がるとしたらこんな感じやんな、みたいな感じで書かれてる気がして。ああ。で、まあ、言うたら、なんか、この世代のこの年代やったらこんな感じでくくれるって言って、なんていうのかな。その、あるあるとして提示してる感じがして、そのあるあるに自分が当てはまってしまった恥ずかしさ、あるあるとして描かれてしまった恥ずかしさ、みたいなところがあって、そう。うわ、もう恥ずかしい、って。っていう気持ちがあった。で、そうそう。それが、割と序盤やったやんか。序盤からそういう、なんていうのかな。そう、二人が意気投合して盛り上がる。んで、もうその序盤でやめてってなってから、そこで心粉砕されてしまって、恥ずかしいやめてってなって、で、それ以降の話ってほとんど頭に入ってこないんだったんだけど、だから二人に共感したりとかそういうことって、ほとんどなかったんやけど。ああ。そう。で、なんかまあ恥ずかしいだけじゃさ、そんな心粉砕されるまでならへんやんか。まあ、まあそうかな。そう、なんか恥ずかしいやめてってぐらいやけど、うん、なんでこんなに心やられたんやろと思って、そう考えてみたら、まあ、さっき言ったみたいななんかストーリー的なところにもある、関係してくるんやけど、お互いってさ、お互いの好きなものを共有し合って、相手の好きなものを見て、なんていうのかな、一緒に話せるところに盛り上がっていったけど、うん、実のところの自分を見ていないって言ったやんか、お互いに。うん、相手の、その人としての相手を見ていないっていうか、そこに関係することで、なんか僕最近、なんか好きなものって、アイデンティティになるのかっていうのにすっごいなんか関心事として持ってて、これは、第2回ぐらいの時にも話した気がするんやけど、うん。それにすっごい関心持ってて、なんか、それのど真ん中を、この映画貫いてきた感じがしたよね。おぉ。なんか、好きなもので、外堀で、なんか自分っていうものを規定していくというか、これが好きであれが好きでっていうのを自分を説明、これが好きであれが好きでっていうので自分を説明しようとしてるやけど、のぎくんも、きんちゃんも、なんかそういうところがあったと思うんやけど。そうな。なんか、それを、あるあるとして描けてしまったんやんか。ああ。あるあるやねん。だから。
ああいう人たちっていうの、うん、つまり僕っていうのはあるあるやね。おあるあるにアイデンティティもクソもなくて、うん、だからあの人は僕やし僕はあの人やって思ってしまったから、うん、この映画を見終わった後に世界から僕がいなくなった感じがしたというか、おなんかあるあるに閉じ込められてしまったから、この、うん、マヒルっていう存在がこの世にある必要がなくなるというか、うん、そこでなんていうのかな、好きなものとかで自分を規定するアイデンティティとするっていうのが危うさっていうのを薄々感じてたところをまざまざと見とこう思うじゃないけど見せつけられた感じがしたね。目の前に掲げられた感じがしたというか、自分のアイデンティティってどうやって説明するんやろ、どうやって規定していくんやろな。ああ自分のアイデンティティか、うん、まあでもまあ、あるあるとは言ったけれどさ、うん、まあ俺みたいにさ、それがあるあるじゃない人もいるやん、うんうん、その自分の趣味とか思考とかで、うん、自分を表現するというか、まあそんなんをその自分自身はできひんわけであって、うん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 、そのユーマ自分個人から見たら、うんうん、そういうのを持ってる人は普通に、うん、羨ましいと思うし、なるほどな、普通にそのまあアイデンティティってまで言えるのかは分からへんけど、その自分を表現するものの一つとしては成り立ってるものやと思ってしまうのよ。なるほどな、なるほどな、そうなのか。いやまあ確かに、なんかあの映画からその好きなものっていうのはアイデンティティになり得ないっていう風に解釈するのはあまりにも極解だと。ただ単にあれはお互いのことはあんまり見れてなかったよねっていうところかなと思ってるから、その好きなものはアイデンティティになり得ないっていうのは極解やなと思うけど、うーんとね、うん、そう、だからこの疑問にはなんかいくつか層があって、さっき言ったみたいに好きなものってアイデンティティになるのかなっていうのが一つだよ。で、ね、その好きなものって、まあ、つまり、アイデンティティって、アイデンティティに価値のあるなしって判断していいのかっていうか、アイデンティティに価値っていう尺度って適用できるのかなっていうか、そこにアイデンティティを持ってることに価値はない。って言っていいのか、そもそもそういう概念を価値っていう概念を持ち込むべきでないところなのかっていうのと、あとはアイデンティティって何やと思うというかっていう、そのなんか3つぐらいの疑問が重なってて、これね、
なんかこれについてはなんかもう目を背けられへんというか考えていかなあかんよなっていう気がするよな。うん。まあなんかすぐに答え出えへんような話やからあれやけど、例えばアイデンティティに、なんていうのか、これってアイデンティティになり得るのかなって悩むのはなんでかって言ったら、そのアイデンティティに価値があるかどうかって考えてしまってる自分がいるからってことに気づいた。ほう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 。だから、例えば、ね、僕、バンプオブスキンとか好きやし、マーベルシネマティックユニバースとかの映画シリーズとか好きやし、ラジオ好きやし、っていうので成り立ってる人間で。で、まあ、特に今大学生で、しかも大学1回生で、まあコロナ禍もあって、まともに大学生できてなくて、勉強もできてるかって言ったら思うようにできてなくて、っていう中で、ほとんど自分を占めてるのって今言ったような映画だったり音楽だったりラジオだったりするわけね。で、そこで今このマヒルっていう人間は確立されてて、なんとかこの地球上に立ってて、で、説明するのが難しいんだけど、なんか、それってさ、全部この僕の中にある好きっていう気持ちやったりとかするわけやんか。うん。自分はこれで成り立ってると思って、自分は、なんていうのかな、めちゃくちゃ映画も音楽もラジオも好き。で、生きてるけど、なんか隣の人にとっては、僕が何を好きであろうが、それをどれだけ好きであろうが、関係ない話で。なんか、しかも好きっていうものってさ、何も生み出してないやんか。ほう。ただ好きなだけというか。そうな、何も生み出してないか。なんか、そこに、なんか、ただ享受してるだけというか、エンタメを享受してるだけの人間に価値はあるのかと思ってしまったというか。だからアイデンティティが由来だってのはあるんだよね。うん、なんか、でもそれってさ、その考えってさ、なんていうのかな、その、人間の、に、とか、アイデンティティに、価値っていう尺度をさ、適用しちゃってるやんか。つまり、価値のある人間と価値のない人間がいるっていう前提で話しちゃってるやんか。そもそもそれが間違ってんのかなっていう疑問もあるっていう。ああ。あんまそういうのって考えたことない？そうやな、自分が生活してる中でそんなことは、まあ、考えてるのかもしれへんけど、全てがそのまあ 無意識的って言ったらちょっとあれやけどに行われてるんかなっては思うな、うん、その頭の中にはそんな感じには残ってへんかな。うん、そうだな。いや、このね、この映画見て、でも、その、でも、あれやん、なんか価値、なんかさ、決め、じゃあ、価値って何って、価値なんか決めたらさ、そんな、人それぞれ、まあ、好きの尺度が違ったりとかさ、そんな、好きやけどそんな詳しくはないとかで、
それを価値やって言われてしまったらさ、そんなん上とか下とか優劣なんて決めにくいやん、そんな、うん、そんなんで決めてしまったら、それこそだ誰がそんな、なんていうの、アイデンティティ、自分を表現できる、自分を表現できる人間なんているみたいな感じになってしまわへんと思って、うんうん、なるほど。だからあんまり、なんていうの、その、例えばアイデンティティに価値のあるなしっていうのはないよなってことやな。うん。なるほどな。いや、ほんまそれが一番正しい姿やと思うのにな。ってことは、きっと、なんていうか、自分に価値を感じ、僕は自分に価値を感じてないってことやから、うん、きっと何か不満足なところがあるんやろな。なんか、今は見つけられてない何かが。それを、不満足なところがあるから、アイデンティティに価値がないっていう結論に今なしてるけど、きっと他のところにもっと原因があるんやろうな。それこそこうやって今なんかラジオやってることが自分のアイデンティティになっていくかもしれんというか、ことなんかもしれんし。うん。なんかそれは、なるほどね。それは、時間かけてちょっと向き合っていくべきやしな。価値のあるなしじゃないところに、というか、自分のところに不満足感があるってことか。それの原因を今後探っていけばいいってことなんかな。きっと。うん。まあ、そうなってくるんやろな。まあ、だって、このラジオだって言ってしまったら、その、そういうラジオとか、まあ、映画とかもそうやけど、そういうのが好きっていうとかのもあってさ、始めたわけなんやろ。うん、だからそれこそもそれ自身がで、そのこういうのがしたいとか、こういうのもっと広めたいとか、まあ、そういうのはそういうので普通に自分を表現するものとしてはさ、一つとして成り立ってるものであってさ、うんうん、まあなるほど、うん、まあやからこそこのラジオでな、まあいろんな人これからゲストで呼べたら呼んでいくんやろうけど、うんうんうん、まあそこで見つけていくしかないのか、その、まあ、その人らの、まあ、まあ言うてしまったらそのラジオとかでも、そのなんていうのかな、自分たちみたいなサイレントリスタじゃない人たちっていうのも、うんうんうん、っていう人も出てくるやろうし、うんうんうん、まあそういうのでなんていうのかな、価値観の違いとかを見つけて、価値観、うん、まあ見つけていければ何かしら解決案は出てきそうな感じではあるけどな。なるほどね。分かった。なんかこれが、このラジオが自分にとってなんか一つアイデンティティになり得るかもと思ってる理由は、なんていうの、さっき言ったみたいに、好きなだけじゃ何も生み出してないって言ったやんか。うん。何か生み出すってところに自分はちょっと重きを置いてるんやなってことがちょっと分かった。ああ。今の会話で。なるほど、なるほど。じゃあ今回は
花束みたいな恋をしたを見て、まあ、その感想からアイデンティティの確立ぐらいの確率ってどうなのみたいなところまで、まあ、なんとか話したのかな。話したでしょう。じゃあ一旦今回はこのあたりで締めさせてもらいます。はい。いや、ほんまはね、ほんまはゲスト出てもらったら、最初はなんていうのかな、今好きなものから、その興味、それを好きになったきっかけとか、興味って一体どこから来たのっていうのを辿っていって辿っていって、それこそこの番組タイトルになるあの日の交差点みたいなところまで辿った話を聞くっていうのは一番最初にやるべきなんだけど、いや、もうこの花束みたいな恋をしたのインパクトが強すぎて、それすっ飛ばして話しちゃったから、次回以降はゆうまくんの、まあ、これまで、これから、これまでみたいな話で、なんかどんなもの好きで聞いてきたかとか、どんなこと考えて生きてきたかとか、大学生活と、まあ、将来何どう考えてるみたいな話、次回以降聞いていけたらと思います。この番組では本、映画、漫画、音楽、ラジオ、YouTube など皆様からのおすすめのメールをお待ちしています。メールアドレスは、zozbasejunction@gmail.com。zozbasejunction@gmail.com です。他にも、まひるの深夜の Twitter アカウント、番組 Twitter アカウントも概要欄に載ってありますので、お好きな方法でご覧ください。また、この番組では、YouTube、各種ポッドキャスト、スタンド FM などでも配信していますので、お好きな方法でお聞きください。次回以降、あと何回かね、ゆうまくんの回続くと思いますので、次回以降もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。